はるたさん。ちょっといい？新川さん？あのね、営業部に、はるたさんのこといいなって言ってる子がいるんだけど、紹介しようか。え？あ、突然ごめんね。はるたさんが三浦のこと好きなの聞いたんだけど、ここだけの話、あいつ結婚願望ないのよ。え？そうなんですか？初耳なんですけど。そう、私もそれが理由で別れたの。私が言うのもなんだけど、はるたさんはちゃんと将来のこと考えてる人の方がいいと思うんだ。ありがとうございます。でも三浦よりはるたさんに会う人が絶対いるから。やっぱり三浦さんには私より会う人が。はるたさんに会う人ここにいるけど。三浦さん？だから新川さん、もう男紹介しなくていいから。何言ってんの？あんた結婚願望もないくせに、はるたさんにちょっかいかけないでよ。はるたさんと俺結婚してっから。え？どういうこと？なんかいろいろ事情があってそういうことにしてたんです。言うの遅くなっちゃってすいません。本当なの？ね、奥さん。はい。それじゃあ皆さん、俺たち夫婦をこれからもよろしくお願いします。どういうこと？